たけしの挑戦状は、1986年12月10日に、TAITO、現、スクウェア・エニックスが発売した、ファミリーコンピュータ用ゲームソフトである。タレントのビートたけしが監修した作品、ポリネシアンキッド南海の黄金というサブタイトルも付けられている。2009年3月31日より、Wii のバーチャルコンソールで配信されている。バーチャルコンソールにおいて実在タレントをモデルにしたタレントゲームをタレント本人または芸能事務所より許諾を得た絵で配信するのは本作が初である。2017年8月15日よりTAITO CLASSICSの2作目ソフトとして iOS 並びに Android にて配信開始。タキシュ版のコピーライト表記はバーチャルコンソール版が、コピーライト、TAITO CO、ビートたけし1986、2009、TAITO CLASSICS版が、コピーライト、TAITO CO、ビートたけし1986、2017となっている。当時ファミコンに夢中になっていたビートたけしの今までにない独創的な発想を入れたいという意図が反映され、数々の斬新な内容が盛り込まれている。キャッチコピーは、謎を解けるか、1億人。で、ソフトのパッケージ表面には、常識が危ない。販促用のポスターでは、危ないの、あの字が、鏡文字になっていると称し、裏面では、ビートたけしが、今までのゲームと同じレベルで考えるとクリアできない、とコメントしている。また広告には、成功確率無限大数分の1と書かれていた。CM は、たけしが、雨の深海地を歌うシーンと、たけしが、イーコンのマイクに向かって、出ろ。と言い、宝の地図が出てくるシーンの2パターンがあった。どちらの CM もゲーム攻略のためのささやかなヒントになっている。しかし、本作の発売前日に、たけし及び、たけし軍団によるフライデー襲撃事件が発生。本作は予定通り発売されたが、放送されていたテレビ CM は打ち切られた。雑誌の攻略記事や広告は引き続き掲載された。パッケージには、ビートたけし、ファミコンソフト第1弾と書かれており、後に第2弾のたけしの戦国風雲児、1988年が同社より発売されている。サラリーマンである主人公が南海の孤島に眠っているという財宝を探しに行くという内容。ゲームシステムは、サイドビューのアクションゲームだが、ストーリーはアドベンチャーゲームのように戦士によって進行していくため、ジャンルとしてはアクションアドベンチャーゲームと言える。また一部シーンにはシューティングゲームも含まれている。日本の都市部及びそこにある町が舞台らしいが、具体的な場所やそのモチーフはほとんどない上、雰囲気は極めて退廃的であり、主人公は薄汚れた街並みの中に住む貧しいサラリーマンである。セリフは汚く暴力的な言葉遣いが多く、店や事務所などの看板は極道的な内容である上、路上にはヤクザがうろつき、敵対的で主人公に殴りかかってくる。警察官のほか、妻や子供も攻撃してくる。日本にいる時はバーでテキーラを飲むこと、貧乏島では宿泊する部屋を選ぶことができ、回復できる量も異なることによって体力が回復する。所持金は通行人を倒したり、特定の条件を満たすと手に入る。その他にコース中のある決まったところでしゃがめばハートが現れるのでそれでも回復できる。また、ライフがなくなっても A と B を3回同時に押せば復活もできる裏技も存在する。TAITO CLASSICS版は画面が16、9対応となっている他、例として、ゲームオーバーの画面における喧嘩が4、3対応のファミコン版並びにバーチャルコンソール版は4本に、対し、TAITO CLASSICS版は8本に増加している。ただし、一部シーンは4、3のままであるためサイドカットとなる、ファミコン版とバーチャルコンソール版に、新ステージ、アメリカなどの新要素が得られており、TAITOのサウンドチームであるズンタタによる、ゲームミュージックの新曲が追加されている。ふとしたことから宝探しの情報を聞き出し、本格的な宝探しに行くためには、まず身の回りのしがらみを取り払い、周到な準備をする必要がある。妻に離婚届を出す。会社に退職届を出す。地図を渡した老人を倒す。カルチャーセンターで様々な技能を習得するなどが、それである。条件を満たさないで、貧多母島に行くと、突然社長が現れて、会社に強制送還されたり、宝の山の前で老人に、死ね、と言われて、即、ゲームオーバーになる。このゲームは 2P コントローラのマイク機能を様々な場面で使う。主なものとして、カラオケをしたり、裏技として、パチンコの最中にいいコントローラーのマイクで、出ねえぞと叫ぶ、宝の地を読み込む際に、5分経過後から10分、経過する前にいいコントローラーのマイクに向かって、出ろ、と叫ぶか、1時間待つなど通常では思いつきがたい、操作が要求される。貧多母島より、先の島に行くときにハンググライダーを使って、シューティングをする場面がある。しかし、途中で現れる潮風に操作を妨害されやすく、画面上に弾は一発しか出せない上、敵に当たると、即、ゲームオーバーと独特の操作性、ルールのため非常に難易度の高いものとなる、リゾートセンターで、ハンググライダー以外に飛行機、熱気球、船、スキューバダイビングといった他乗り物も選べるが、着陸などができないため結局クリア不可能である。スナックのカラオケで実際に 2P コントローラーのマイクを使って歌いだか評価を得ないと進めないイベントがあるが、ニューファミコンではマイク機能が削除されている。マイク機能を使用した謎解きを入れた他のゲームでは、セレクトボタンを用いることでマイク機能の代用としたものが多いが、本作に関しては E コントローラーの下と A ボタンを押すバーチャコンソール版では B リモコン裏側についている。B ボタンで代用できることで、マイク機能を使用しているのと同じ判定がなされる。これは、旧型のファミコンでもマイク機能を使わずに、同様の操作を行えば、マイク機能を使用しているのと同じことになるためである。なお、マイクで音を判別しているとはいえ、後のゲームのように、音声認識であったり、音程を判別する機能はないために、実際に歌唱力がなくとも、メロディの部分で息を吹きかけるだけで歌った子になる。そのため、判定は曖昧であった。このゲームは、ゲームオーバーの画面が主人公の葬式になっていることで知られている。ただし、ライフがなくなる以外にもゲームオーバーとなるイベントが非常に多い。以下にその例を示す。パスワードなどのゲームクリアに必要な情報が、解析本、攻略本以外の形でもリークされていた。しかし、インターネットなど普及していない当時では、そのリーク情報も限られた範囲にしか伝わらなかったようである。代表的なものとして、好き焼きがあり、これを入力すると貧多母島から開始できるが、クリアに必要なハンググライダーの資格を持っていないため、クリアすることができない。TAITO CLASSICS版は、コンテ、ニューヤで課金により難易度変更が可能となっており、ファミコン版とバーチャルコンソール版より難易度が異様に高いハードモードと主人公がダメージを受けなくなり、かつファミコン版とバーチャルコンソール版より難易度を下げた無敵モードを選択できる。このゲームはセーブ機能はないが、タイトル画面で右に進んだ先にあるコンテニューヤで、ひらがな、数字、記号で構成された20桁のパスワードを入力することでゲームをある程度進めた状態で始めることができる。また、ポーズ画面で終わるを選択して、そこに映っているパスワードを入力すれば、前回終了した時の状態からスタートできる。こうしたパスワード以外に特定の文字のみで入力すると、あるステージからスタートできる。なお、パスワードを入力する以外に、親父を殴るを選択すると、親父が、ギャー人殺しと叫び、ライフが突然ゼロになって気絶し、また間違ったパスワードを入力すると、パスワードが違いますと言われた途端に気絶してしまい、ゲーム開始前にゲームオーバーとなる。どこにでもいる、ごく普通のサラリーマンである男は、仕事を終われば、パチンコをしたり、酒を飲んだりと、好き勝手に楽しんでいた。ある日、常連のスナックで、いつものように酒を飲んで、カラオケを歌っていると、ヤクザが絡んできたので追い払った。すると、怪しい老人が現れて、宝の地図を男に渡す。宝の地図を手にした主人公は、勤め先の会社を辞め、妻と離婚する。そしてあらゆる資格を取得し、遠い南の国へ。さらに主人公は、ハンググライダーで空を飛び、未開の島へとたどり着く。原住民や危険な地形を乗り越えて、冒険の末、男はついに宝を発見するのだった。このゲームには、ヒンタボ語という言語が登場する。ヒンタボ語とは、このゲームに登場するヒンタボ島の住民が操る言語で、例えば、アイ、ソタというように、日本語のカナを一文ずつずらすというように、シーザー暗号をかけたような言語である。ただし、濁点及び半濁点も1文字と数え、数字についても1ずつずらす。また、2以降は、んやゆよ、あの順になる。あいうえは、いえはゲーム中に文字が存在しない。インターネット上に存在するヒンタボ語変換ツールでは、便宜上変換しないように処理されている。TAITO CLASSICS版は、ヒンタボ語検定がある。カルチャーセンターでヒンタボ語を習ってからヒンタボ島に行くと、普通の日本語で表示されるため、上記の文章は登場しない。本作の企画経緯については、様々な経緯と説明が複数存在する。TAITO広報によれば、当時ゲームに興味を持っていたタケシ側から企画が持ち込まれたことが発端だという。一方別の説明では、TAITO側がタケシを題材としたタレントゲーム制作を企画し、俺たちひょうきん族。1981年から1989年のキャラクターを生かした横スクロール型シューティングゲーを準備していたが、タケシ側の了承を得るために話を持ち込んだところ、タケシが作りたいゲームがあると主張したとされる。また外部発表では、痛快なりゆき番組風雲。タケシ上、1986年から1989年のゲーム化作品とされており、ゲーム雑誌にも、歌唱風雲、タケシ城と記載されていた。制作中のタケシの関与についても記録はまちまちで、タケシが飲み屋で酔っ払った勢いで言った内容が、そのままゲーム化されたもの、などとテレビ番組などでは解説される。またビートたけし司会のテレビ番組、ビートたけしのこんなはずでは、2003年から2004年2003年7月12日放送分では、たけしは、太田プロの近くの喫茶店で1時間話しただけのゲームだぜどといい加減な企画だったことを語り、どうも失礼いたしましたなどと述べている。しかし、チーフプログラマーの森永栄一郎によると、本作ではたけしは積極参加しており、ビートたけしと新宿の有名ホテルの最上階で何度も頭を突き合わせて作りました。大学ノートいっぱいに書かれた彼のアイデアはとても、印象的でしたと自身のサイトで語っている。こんなに難しくしたらゲームバランスが崩壊すると忠告はしたもののたけしはそれを受け入れかったという。また開発者の一人である福津博士によれば当時のたけしがゲームにハマっていたということもあり、たけしが作ったゲームだがたけしが出てこないなどと構想を熱く語ったという。通常このような企画では打ち合わせなど一回も行われないものであったのであるが、ホテルの部屋を借り切るなどして3回行われ、やはりたけしも積極的に介入していたとのことである。開発陣もたけしのアイデアを次から次へと盛り込んでしまった結果、規格外のゲームに仕上がる結果となってしまった。開発陣としては、このまま発売してしまってはまずいことになるとの自覚もあったが、引くに引けないところに来ていた。たけしが希望したにもかかわらず、ハードウェアの制約や子供向けのテレビゲームには向かないという理由で、不採用になったり、当初の意図より無難に改変されたりしたものが多数あったものの、とにかくビートたけしさんが言っているのだからと許す限りのアイデアを片っ端から盛り込んだ結果、プレイヤーを困惑させる不条理なゲームとなった。後述の記事にあるように、ビートたけしのネームバリューでソフトを買った購買者の期待を突き落とす出来となった。なお、アイデアをまくし立てた当のビートたけしは、打ち合わせ当時の詳細を全く覚えていないと語っている。2016年4月24日に放送された、ビート、たけしのいかがなもの会において、有野進なりが本作を取り上げて、上記の酔っ払った勢いで言った内容がそのままゲーム化されたというのは本当かとたし本人に直接聞いたところ、たけしは全部本当のことと認めている。関係者インタビューによると、当時本作の攻略本を制作した太田出版には、攻略本を読んでも解けないとの苦情電話が問い合わせのものと合わせて1日400件も殺到したという。対応に追われ辟易した当時の編集者は、担当者は死にましたと虚偽の回答をしていたそうである。一冊目がほとんど攻略本として役に立たなかったことから、攻略本の攻略本として2冊目がバンされる。この本の後書きで、たけしがこれで解けないからと言って、間違っても傘と消火器を持って太田出版に殴り込まないようにと、自らが起こしたフライデー襲撃事件をネタにしたコメンを書いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。